はい、というわけで三章は目覚めし者ですね。目覚めし者に対して太陽ケーキで4枚もカード入れてしまうという暴挙に出ました。さあ、まあオール4ワンでね、この3枚は取れる。そして充電を入れた感じですね。結構な枚数、爪を回すつもりがカード増やしてどうするんだろうっていう感じですね。さあ行きましょう大丈夫かそれエリートは必ず戦わなきゃいけないで、右側のルートは結構厳しいので、左側だったらもう一番左で真ん中抜けていく感じですね。エリートと一回戦う感じ、見ましょう。ででそうか、銃怒りで入ってるから自動防御盾が効かない。デフラグ機械学習目つぶしで脱力してもらってって感じかな。あ、氷が使った方が良かったかな。まあいいや、いいよ。でこれで足りるもんね。消去プログラム生んで爪でシュッと、切断が届かない届かないし攻撃が結構えぐい。23、防御10、これで18、23なんで、もう一個防御使えばって感じなんですが、全防御ねエナジーがないうどんどん筋力アップしていく、やばいぞこれは。超高速攻法で取っちゃってからの、そうだな、筋力アップしようとしてるやつを先に倒す。いや、防御も結構厳しいな。一番手前か。シュッ。で、トリック使って、あー、ターボ来てる。二連解放しちゃって、パンパン。お、手前行ったね。二連解放先にやるべきだったな。危な。で、オールフォーワン、ターボ使って、オールフォーワン？オールフォーワンで何が引けるんだ。あ、結構引ける。ターボを使うかどうかはちょっと考える。なんでまずはオールフォーワン、ドン、ギュ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 ンで超高速候補をシュピで、消去プログラム使う前に一回二連解放でどっちに当たるか見よう。パン。あ、結構手前に行ってくれるな。ありがたい、ありがたい。なんで、爪。4、5、9。足らん。トリック。何か送れやす。ビームセル。お、ビームセルも切った。弱体化入れてからの、鋭い爪すれば、た、押せない。水虫も使えば倒せるって感じか。なるほどね。じゃあ、倒そう。シュくるっと回って、グレムリンの角で、お、ホログラム引ける。本当に。消去プログラム。で、ホログラムで、まだ、オールフォーワンがいける。ターボだ。これはもうターボ使うしかない。
いや、ターボ最後でいいか。ホログラムだ。とりあえずホログラムで、さらにオールフォーワンを引く。で、オールフォーワンで、こっちだ。ドン。ギュ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 ン。で、ビームセル入れて、超高速攻法を、詰め、あー、二連解放使ってからだったけど、まあ、滅、あー、ギリ倒せない。マジっすか。よっ。あはは、こっち来ちゃう。トリック。リサイクル。リサイクルか。ターボで、レインボーを使おうかなと思ったんですが、どうしようかな。ターボやってレインボー使うか。で、目つぶしてシュで、機械学習使うよりはレインボー打っとくか。もう防御も足りてるしね。で、これで、お、倒した。倒したけど流れた。そうか、ライトニングで倒した後の判定なんだ。判定だとグレムリン流れちゃうんですね。そうなんだ。2連解放してからの、あ、でももうこいつか、確定ですね。ほい、パンパンパン。で、リサイクルで防御消すか。いや、消してもこの2枚だよね、引けるの。なんでオールフォーワンで殴って、消去プログラム押し込んで2連解放だ。オッケー。いいぞいいぞ。オーバークロック、爪来てるじゃないか。爪ゲット。これね、この戦闘中全ての爪カードはダメージに増えるなんで、このどっち使ってもカードの攻撃力がどんどん増えていくという、複数あればあるほど強いやつですね。マトリョーシカ、ハテナでマトリョーシカが出た、ありがたい。え、ポーション、1個買っとこうかな。お、殴られるよりは枠1個あるんで。で、ショップ行きたい。655ある。そうだ、イニシエのコインももらったんだね。でだ、機械が、あ、もう3枚これ決まってんのね。機械学習、防御、エクスプローダーから先倒すか。よっ。は、で、再構成で何を捨てて何を拾うべきか。切断欲しい。防御いらない。自動防御盾ももしかしたらいらない。テンペストもいらない。氷河もいらない。切断トリックがこれで来ることが確定。まだいいかな。目は入れてくんな。で、切断打てば後ろ向いてるな。おいいけど、手前倒せる三段つけないと後ろ行くのまずいな。なんで2連解放しちゃう。トリックちょっとやってみるか。引くカード、あ、いや、あー、どうしよう。いや、トリック使おう。めまいね。はい。で、2連解放でどっち行くか見てからがいいか、狭めて2連解放する方がいいか、悩ましいところ。でも一番後ろも行きたいんだよな。でもエクスプローダー爆発したら困るしな。なんで
倒そう。エクスプローダーを。よ。めまい。なるほどな。じゃあ、2連解放して、機械学習。一応これ、リサイクル、めまい消せんのかな？あ、全然消せる。なるほどね。これちょっと覚えとこう。あ、そっか。トリックで。ブロックが入っちゃったんだ。オリハルコンで投げした方が良かったな。いて。で、ビームセル打ってから、超高速攻法を打ちたい。弱体化が入るので。お。で、目つぶし打てば、倒せるか。ただ、オールフォーワンが、打ちにくくなるが、どうしよう。いや、まあ、倒そうよ。レインボーか。デフラグ打って、トゲ入ってる&オリハルコンじゃ届かないので、充電しちゃうか。充電して、消去プログラム生んで、オールフォーワンで殴、あ、そうだ、オールフォーワンで殴って、トゲ9。9か！結構高いな。オールフォーワンで殴って、爪爪最高性トリックターボリサイクル、あーターボ来るのか。じゃあ殴ろう。ドンギュンで、ターボ使ってキョムで、ホログラム使ってあ、でも2入っちゃってるのか、もう。あれ？ここら辺は来なかった？オールフォーワン。ん？まあいいや、リサイクルレインボーをリサイクルすればもう一回オールフォーワン打てるんだよね。打てるけどトゲのダメージだ問題は。2連解放しちゃうパンパン25か。トリック使うと山札が生成されちゃうので、いや、レインボー打つか？スパイカーのトゲが結構厄介だな。ホログラムで、あー、切断を引くパターンね。切断で倒せるもんね。で、リサイクルで、そうだ。こうだ。で、リサイクルで、レインボーをリサイクルして、切断が打てる。で、9で1食らっちゃうけど、トリック使えば、うん、これでトゲも大丈夫。で、切断で倒せる。OK！ 状況をコントロールする。冷静沈着カンパ。今これで結構いいかな。防御を消せたら消したいかなぐらい。自動防御盾も若干今ふわっとしてる。なぜかというとトリックでブロックが入っちゃうからね。スキップ。除去サービス50なんでやっておきましょう。普通の防御まず消す。
ハイパービーム、メテオストライク、検索、増幅、めっちゃレアカード置くやん。そうですか。パワーカードを2回分。これでもずっと居続けるんだよな。機械学習とかデフラグは確かに打ちたいけれども。検索。検索ね。廃棄。検索って、あ、2枚になるだけか。廃棄は変わらない。メテオストライク。メテオストライクな。エナジー5とか、想像作れなくない？デフォが3だからな。リサイクル使わないと、作れない。あ、メテオストライクをリサイクルしちゃうってのもあるけどね。遠征、用なし、枕、医療キット。使用不可の異常状態カード使用できるようになる。状態異常だよね。呪いはダメだよね。その、虚無。あ、でも、使用不可の状態異常カードか。引いた時のエナジー。これ直す。破棄できるんだ。状態異常カード。でも引いた時に虚無発動するからな。引く前に消したいけど。それは、届かぬ願いですか。用なしプラス10。これ言っとく？ショップってもうないよね、さすがに。ハテナでまあ出る可能性はあるけど、ほぼここで使い切っちゃうぐらいの勢いでいいはず。マインドブラスト1。このターンコスト0ですよね。ずっとじゃないんですよね。オールフォーワンなんで、これもありかなとは思ったんですが、検索をオールフォーワンで引く。意外と、欲しいのが、ない。そうなんだよな。そうなんだよな。最初の、全体攻撃、ハイパービーム？集中力3失うよ。ダメージ上がるだけで集中力変わんないもんね。うわぁ！目覚めし者だから、ヒートシンク、パワーカード入れちゃうのもな。あデフラグだったら、ありかもしんないけれど、若干防御力が足りない気は、する。用なし。王者の枕、医療キット。医療キットか。医療キットなくても、リサイクルで消せるんですよね。一緒に来ればだけど。ただ、リサイクルは、ゼロなんで、オールフォーワンでも引けるんですよね。これもったいないな。だから用なし、王者の枕かな。で、検索を買うかどうか。廃棄カードだし、そんな邪魔にはならないはず。山札がない状態とかだったら、いらないんですが、山札がない状態って、オールフォーワンの捨て札にいっぱいある状態、イコールなんで、まあまあ、取ってても、邪魔にはならない気はする。OK！ これでいこう。あとは、全体攻撃ですね。全体攻撃をなんとかせねばいかん。通訳するものに関して言えば、レインボー微妙なんだよな。鋭い爪、検索、ターボ。ターボは ?3。検索2枚。ターボだな。ちなみにトリックはブロックが上がるだけ。ターボだ。
いや、エリト戦。うっこいつか。うまいタイミングで、オール・フォー・ワンとかが回せればいいんだけど、タイミング使うのもったいないな。機械学習、ゴリ、ゴリと。ヒョウが使うよりは、機械学習使っといた方がいいよね。OK。で、こう、こう、こう。で、リサイクルは、ブロンズ液な。多段攻撃、なんかしてくるときとしてこないときがあるんだよな、この敵。この敵。やけど大量に入れるのか。そうでしたか。ネメシスだ。で、今、無形中ですね。無形中効かないんだよな。多段攻撃してくるな。しかも、防御が全然ない。まずい。これ非常にまずいぞ。師匠が使うべきだった。しまった。こっちつけ。最高生で、欲しいカードをあったら捨てる。捨てて、ホログラムで拾う。まあ、最悪、ヒョウが拾うか。それ以外、カード引くカードはないから、そうね。まずは、最高生。ほい。切断、自動、自動やって。自動、いや。氷河か。で、フラグ、切断。次のターンはダメージが効くのか。なんで、検索防御、最悪はいらない。自動防御盾は、攻撃してくるタイミング。一旦ずつ開くんだっけ、こいつ。忘れちゃったな。いや、こうしとこう。これで、この2枚。で、ホログラムで取るのは、氷河かな。防御力が全然足りないので。ズン。そう。だ。検索。いや、違うな。氷河だ。まずは氷河で、ブロックを生成せねば。ニュン。と言っても、大したブロック数じゃないけど。で、テンペストをターボ使って撃つか。防御も撃ちたいしね。ターボ、ヌン、虚無。で、防御撃って、いや、テンペストで、押し出せば足りるのか。防御いらない。じゃあ攻撃しよう。だったら2連解放で、でも今1か。1か。1でしたか。まあでも、そうか、テンペスト使わない方がいいのか。いやでも次のターン効くよね。テンペストにしといた方がいいんだ。そうだ。2連解放で、こうしとこう。で、次のターン、最新21で足りてるしね。ライトニングにダメージを与えられるようにしとこう。あれ攻撃してくんな。あれあれあれ。で、超高速攻法でビームセルが取れる。取ろう。ダメージ与えられるところだからね、今ね。ビームセル、ビ。トリック使うと山札が回っちゃうから、
オールフォーワン使ってから使いたい。なんだけど、攻撃ね。三振21。これをどうするか。中で、オールフォーワンで、消去プログラム、鋭い爪、リサイクル、検索、再構成、二連解放、ターボ、ビームセル。まあまあ取れるな。っていうか、カード、パンパンじゃない？で、フラグ打つか、いや、充電か。さすがに、21は、でかいよな。あー、これ、どんぐらい脱力してくれるんだ？よ。15。あ、だいぶ下がるな。じゃあ、これで、充電して、いや、充電する前に、デフラグだ。充電は、ターボで使おう。こうだ。ギュン。で、あ、やっぱり全部は来ないんだ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。10枚分しか来ないんだ。うわ、やられた。ターボ来ない。ビームセルも来ない。そういうことか。そういうことだったか。まあ、よくよく考えればそうだよね。なんで、目つぶし、鋭い爪、消去プログラム、リサイクルで、レインボーいらないわ。リサイクルでレインボーで、トリック使えば山札に行くんだよね。山札今ゼロだから、ドン、オールフォーワンか。山札がトリックしかない。で、再構成、シュ、これいらない。これいらない。ビームセルターボ。ビームセルターボだ。そうだ、そうだ、そうだ。これを捨てて、オールフォーワンの対象にするんだ。ドン。さらにもある。で、そうだ。まだ再構成がある。ビームセル。最高うせい使ってからトリックでね。そうね。OK。虚無いらない。二連解放鋭い爪。自動防御盾もいらない。ホログラム欲しい。いや、違うぞ。トリックで引きたいから、欲しいカード以外捨てるんだ。こう、こう、こう、こうだ。決定。で、トリックで、ホログラム来た。で、ターボで、3得て、で、ホログラムで、オールフォーワンだ。無限コンボだ。ずっと俺のターン。ドス。ギュン。ビームセール、爪、二連解放。で、最高うせい。こう、こうで、こう。防御もいらないかな。氷河リサイクル。リサイクルは欲しい。氷河が、どうなのか？どうなんだ？リサイクターボ使えば切断でもういけるのか、もしかして。いや、わかんないから、リサイクル残しとこう。よっ、これで
で、トリック使えばまた引けるんだよね、リサイクルがね。で、ターボ使えば切断がいける。切断で倒せるんじゃない、もうターボこうだオッケー強制ウイルスありがとう。ダークレインボー自己修復コンパイラー、あー今自己修復か、目覚めしものなんだよな、困るなレインボー、レインボーもいらない、コンパイラースキップか。ただ考えればすごいコンボが叩き出せるということが証明された。検索を上げておくか。オールフォーワンはダメージ上がるだけだよね。で、レインボーは廃棄されないだけ。もうレインボー完全にリサイクルのターゲットにされてるけど。あ、氷河。氷河ね。ブロック。3ブロックだけ上がる。あまりにも多くても引けないってことが分かったからな。使えるやつは使っとかないと。いや、でも機械学習か。あ、テンプになるのか。あ、テンプ。テンプになっちゃうのか。テンプはあるからいいや。検索か。OK。最後。で、もう、休憩ガシガシ行って、エリート戦でいいはずだ。戦化粧。毒の卵。毒の卵を取って、ランダムなスキルカード2枚。なんだ？あ、氷河。氷河レインボーあたり？あ、トリックもある。ほう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 。悪くないぞ。トリックレインボー。で、はてな。ゴールドをすべて失う。レリック1個。ありがとう。で、こっち。さらに火事。どうする？氷河か。防御力上げとこう。で、後ろはてなか、前はてなか。まあ、後ろはてながいいかな。いや。前にしとこうか。カードとかもしかしたら取れたら強化したいしね。ハテナで。よ。あー、逆。カード失う方だった。あー、切断機械学習ホログラム。なんてことだ。く、あー、でもまあ、普通の機械学習だ。優しい。アップグレードしてるやつじゃない方を要求してる。こっちか。これは、盲信者に使いたいし、ホログラムはもうコンボとしてなくてはならないので、機械学習で。まあ、パワーカード1個、整理できたってことで。で、さらにどうするか。ダメージがちょっと上がるだけだよね。ああ、超高速攻法の範囲が増えるのか。って感じ。まあ、オールフォーワン必ず打つから、オールフォーワンでもいいけどね。4枚。これは、そんなに3と4で変わる？ビームセル、あったら先にビームセル打ちたいな、ぐらいだよね。オールフォーワンにしとっか。オールフォーワンで叩くことが、結構キーになってるから、こっちで。で行こう。うこいつか。こいつか。呪い入れてくるやつだ。機械学習。う。つめ。消去プログラム。オールフォーワン叩く？二つ取る？まあ、爪増えるな。で、消去プログラムでライトニングも走るか。こっちかな。
テンペストやってもダークのダメージが悲しいんで、ダメージ与えとくか。与えときつつ爪を稼ごう。あ、いいね、区内回った。区内忘れてたよ。来た12。えぐいことになってる。目つぶしでまずは脱力してもらおう。リサイクル、レインボー、ホログラム、オールフォーワンか。ただデフラグは打つ、打っといた方がいいよな。でホログラムでオールフォーワンを引く、こうで、リサイクルで、で、い、そうだね、防御足りないからレインボーにしとこう。防御はもしかしたら使うかもしれない。もしかしたらというか、ほぼ使うね。目つぶし、鋭い爪、消去プログラム。リサイクルはもう使えないんで、防御。あー、結構食らう。いって。ビームセール打ってから、超高速攻法。で、ターボ使えば、切断と氷河両方いけるね。OK。二連解放もしちゃってからの氷河かで、最高うせい、あ、ターボ切断でもしかして終わる。ああ終わらない。ドン、もうちょいだったんだな。なるほど。最高うせい。あー、こんな感じだったのか。検索がな、後ろに来ちゃったからな。いて。爪。冷静沈着スタックビームセル。これはスキップで、最後は寝る。枕で回復。71。さあ、これで、ボス戦だ。オールフォーワンが一番最初に来ちゃう。そうですか。自動防御盾使えないのか。あー、検索。まあ、機械学習は使うよな。ブロンズ液飲む。機械学習使う。17ね。で、倒しに行こう。こいつから。で、検索使って、何が欲しい？デフラグ？いや、切断な、切断、検察、いや、切断でも倒しきれなかったしね、多分。とりあえずオールフォーワンでこいつだ。ドン。シュルで、消去プログラム、あー後ろ行くか。爪検索で2枚、エナジーはなし。
ターボ、あ、そうか、2枚か。ターボと、切断。倒せんじゃない？ただ、切断じゃなくてもいいのか。13。ホログラムだ。ホログラムと、ターボで、またオールフォーワンを引っ張ればいいんだ。そうだ。検索。あれどこ行った？ホログラムとターボで、ターボ使ってホログラム使ってオールフォーワンください。でオールフォーワンでドン一匹倒せる。で、ビームセル、消去プログラムで、ダークいっちゃうのか。まあ、いっか。詰め。で、ライトニングが、3回当たれば。いや、無理っぽいけど。まあ、次のターンで、いけるかな。あ、切断来てる。切断で倒すか。さあね。一個カードを捨てられるし。うん、これでいこう。ドス。さらにか、あー、そうか。まあ、いいや。超高速攻法を、シュピ。テンペストか。トリック。うん。レインボー。氷河使って、ブロックは欲しい。氷河。で、これで足りてる。なんで、あとは、レインボーか、テンペスト。テンペストを先に消しちゃうか。そうね。OK。あ、リサイクルで防御。消してもよかったけど、まあまあまあ、使えないからいっか。置いとこう。来た！36。で、フラグ使うとさらに上がっちゃうのか。ただ使わざるを得ない気がする。まあ、目つぶし、シュ。で、再構成が意味ないんだよね。で、3エナジー。そうな。デフラグも使うか。四七28か。こうか。パンパン。で、再構成は意味がないんで、終了ですね。さあ、こっからだ。こっからだ。キョム来た。キョム来たけど、あれ充電してたっけ。目つぶし、鋭い爪、オールフォーワンで、二つ引いて、あー、防御、19か。いや、爪を回す方がいいはずだ。むしろ、ホログラムで、爪を取る。爪をどんどん回す。さらにクライムもあるから。う。超高速攻法を使う前に再構成だ。あー、ビームセルも打ちたい。1、2、3だよね。
足りる。最高性 E。欲しいカードだけにすればいい。充電も欲しいじゃあ欲しいな。あ、氷河にするか。氷河充電。トリックも、あ、まあでもトリック引けたらどっちか引けるか。3枚残し、これで。で、ビームセール打って弱体化してからの超高速攻法。おろ？あれ、なんか間違ったぞ。充電が来た。あれ、氷河は？何かを間違っていた。鋭い爪。二連解放。え、28。充電使ったら切断ってね、切断48か。あ、結構あるな。あれ、次トリック来るのか。トリックと氷河残したはずだよね。なんで次どっちか来るはず。切断する。トリックで氷河来らず。そうな、オッケー。危な。よし、ふう、ポーションを使い切ってしまった。一応自動防御盾を使っとくかよ。で、ビームセル入れておいて、あ、そうだ、捨て札が今全然ないんだった。氷河は足りてるけど、どうしようかな。レインボーにしとく。次攻撃激しいやつかな。激しいやつと落ち着いてるやつの交互に来てる気がするから、次激しいですか。いや、でもダーク貯めてもダークすぐ打っちゃうんだよな。あんまりレインボーの旨味が全然出てない。まあでもダメージ重ねるか。で、こんなところですね。あれ、また18。な、強いのを打つときと打たないときの差を教えてくれ。最高性で切断オールフォーワン、何が見えるかによるな。でトリックで引くって感じですね。最高性オールフォーワン来る、オッケー。なんで、それ以外を全部捨てる。ほい、トリック。あ、ノーマ A に使うか、使うやつは。消去プログラム、爪、トリックで、オールフォーワンで山ほど引く。ギュン。あれ、倒してるし。なんだと？そうか。どうしようよ。え、どうしようよ。防具消しとく？リサイクルで。そう、ね。でもまあ、防御結構育ってるけどね。二連解放とか、あんまいらない？消去プログラム。いや、いっか。防御を廃棄しとこう。で、あとは、もう、じゅんぐりじゅんぐりって感じかな。
クカードはないよね。ああ、ホログラム。ホログラムで最、そうか、捨て札準備しとくか。ホログラムでトリックを引く。引いて、捨て札にゼロを作りたいんですよね、準備。なんで、ホログラムで、トリックを引く。で、再構成で、目つぶしを捨てる。で、トリック使えば、山札ができる。で、ここに今、オール・フォー・ワンがいて、ここら辺のカードが捨て札に行くんで、オール・フォー・ワンで拾えるようになる。あれ？あ、使えないのか。使えないのか。そうですか。だったら、爪使いたい。爪も使えない。あ、そうなの？使えないのか。あ、そうですか。捨てるだけ？なるほどな。切断滅ぶちオールフォーワン。ほら、オールフォーワンでこれでガツンと引けるんじゃないか。まず滅ぶし、オールフォー、あー、リサイクルで切断消しちゃう。切断レインボーどっちか消してもいいと思う。いいよ。で、いや、レインボー一応ダークがちょっといけてるから切断にしよう。で、オールフォワンドン、ギュ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 ン。で、カード一応引けるけど、ビームセル打ってから打ちたいよね。ビーガスドスガス、2連解放してからの消去プログラムで、トリックで何が引けるんだろう。いや、ホログラム。オールフォーワン。来た来た。来た来た。こういうこと。ターボもう、じゃあ使っちゃおう。枚数減らそう。よ。枚数減らすんだったら、氷河かレインボーも打っちゃうか。レインボー打とう。で、ホログラムだ。で、オールフォーワン。で、オールフォーワンドン、ギュギュン。で、2連解放、消去プログラム、爪、目つぶし、超高速攻法、ビームセル、トリックで何が引けます？充電。もう防御は足りてるから次のターンへエナジーを貯める充電にしとこう。 OK。 320が100になったぞ。これだ、これだったんだ。目覚めし者のやる気がそがれたのか16ダメージになった。そうか。で、捨て札が今もう空になっちゃったから、オールフォーワンを打つ前に、再構成使うって感じですね。再構成で、オールフォーワンの対象になる0は全部捨てる。
ホログラムが欲しいので、むしろレインボーと防御も捨てる。こうだ。でオールフォーワン打つ。ドン来た。ビームセル詰め。はい、というわけでアセンション18オールフォーワンデッキっていうんですかね、一応オールフォーワンと爪を組み合わせたデッキで見事アセンション18クリアとなりました。こういう構成ですね。ちょっとカード多いかなと思ったんですけど、まあオールフォーワンなんでね、オールフォーワンの対象をいろいろ集めたらこんな感じになりました。アセンション18クリア、19アンロックですね。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございます。ではでは。